こんばんは。始まりました三宅健のゆるりと生配信でございます。先日ちょっと大幅に遅れちゃったので、ちゃんと今日は定時にスタートできてよかったです。はい、よかったですけどさ、よろしくお願いします。そうですね、コメントで分かってきて言ってますよ。ストーリー来てないから今日は遅刻かなっていう、そのストーリーの上がる上がらないよって遅刻を判断してくれてる方たちがいてます。なるほど。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。今回のサムネ見ました？ケンさん見ました。はい、ケンっていう、はい、もうケンさんが隠れるぐらいのケンが入ってる、感じでね。はい、和な感じですね。感じでケン、感じで、はい、よいしょ。皆さんおはようございます、こんばんは。こんばんは。久しぶりにカフェ。そうなんですよ、久々にこちらに戻ってきまして、しばらくこちらでお世話になります。そうですね、はい、12月はですね。ちょっとまたね、 B&B も素敵なんですけど、こちらこちらでやっぱりこう暖色の明かりがねいいわけですよ。ガラッと変わりますもんね、やっぱり雰囲気が、ちょっとこう夜な感じがしますよね。ムーディーな感じがしますね、うん、そう。何飲んでるんですかってコメントありますよ、皆さん。左右です。健康です、健康です、左右、うん、あったけー。でコミュニティでね、12月の予定スケジュールも、はいはい、上げさせていただきまして、はい、ちょっと一個こうシークレットっていうのがあるんですけど、うん、はい、皆さんもお楽しみにということで、うん、お湯飲むとあったかくなってきちゃうね。はいはい、ゆるりとしてますね。え、ゆるりとしてますね。なんか久しぶりにホームに帰ってきた感じがするんじゃないですか、ケンさん。お腹いっぱいでさ、今日ちょっと眠いんだよね。何食べたんですか今日は。サラダ、サラダ食べた。サラダですね、いつものサラダ、うん、そう。あれ、これどうやってみんだ。お、髪型素敵だよってありますよ。え、髪型素敵だよってありますよ。ありがとうございます、メイクさんが。そうっすね、試行錯誤してね、いつも やってくれました。やってくれてるということで。あれ、これどこで見れるんだろう。うん、どうしました、なんかどうせこれ見れるの。あ、いきますか、うん、はい、少々お待ちを皆様。はい、あ、こっちから、はい、なんか、はい、はい、さあ、皆さん今日が火曜日か、火曜日何をして皆さんお過ごしでした。洋服ありがとうございます。なんか変だよね。そうですね、プレミアムのあれが出てますね、うん。さっきさ、サラダ食べたんだけどお腹空いちゃってさ、なんか違うもん終わったら食べようかなって思っちゃってんだよな。あ、さっきサラダ食べたけどもうお腹空いてるんですか。いや、そのこの近所の美味しいご飯屋さんのやつをさ、はいはいはい、摂取したい気持ちになってきちゃってさ見ちゃったからっすね、うん、並んでる人たち見たらさ、めっちゃ列できてましたもんね。うん、いや、うまいんだよ。俺が10代から行ってる、通ってる店だから。あ、そうなんですね、そんな長くから、うん、そんな早くからっすね。めっちゃ10代から長く通ってるお店、はい。え、サラダだけ？サラダとスープ？うん、何サラダってコメントあります。何サラダ、結構なんかいろいろなんか体に良さそうなものが入ってるすごい、なんか豆腐、アバウトな感じ。豆腐と葉野菜と、あとはああいうキヌアみたいなスーパーフード的なものが入ってたり。いや、めちゃくちゃ美味しいんだよ あそこのサラダ美味しい、量は結構ある。そう、あ、しゃぶしゃぶ行きましたか。しゃぶしゃぶ、あ、あの後しゃぶしゃぶ行ったんですよ。前回見てた方々、あの後田岡君とマネージャーさんと会社の人とメイクさんと5人、はい、5人か。そうですね、5人ぐらい5人で行きました。食べました、めちゃくちゃ美味しかったです。うまかったでしょ。はい、改めてごちそうさまでした。うん、そう、美味しかったよね。めちゃくちゃ美味しかったですね、うん、いいっすよね、やっぱその寒いところにあったかいもの食べるってなんか最高ですよね、うんうん、
はい、ありがとうございます。じゃあケンさん、今日も質問いっていいですか？いいですよ。はい、じゃあ今日も皆様の35分ぐらいからリアルタイムでの質問返しをしたいと思いますので、はい、皆さんもケンさんに聞きたいことを考えておいてください。じゃあ1個目の質問いきます。はい、はい、55歳女性の方からです。はい、ファン歴29年です。29年。はい、前回靴のサイズの話になりましたが、我が家には30センチの家族がいます。でか。大きすぎるのも困ったもので、学生時代は上履きスリッパなど苦労しました。うん、ケン君は身につけるものは試着するタイプですか、見ただけで買う感じですかっていう質問です。僕は必ず試着する派ですね。あ、着ます。着ますね。着ないね、洋服はあんま買わないですね。ネットとかでケンさん買わないんですか、服って？買ったりするけど、例えばファーファッチとかで買っても返品交換できるから、うんうんうん、一回試着してサイズ合わなかったら買わない。へえ、うん、だからサイズが合わないの洋服買うってことはないかな。なんか結構こうノリで買ってみて、うん、まあ、サイズ違うかったらオーバーサイズで着ればいいやみたいなとかってないですか？オーバーサイズはオーバーサイズのために買うから。なるほどっすね。どうした？あ、これこれがここに来すぎ、怒られちゃった。ありがとうございます。はい、なんか気使ってくれて。ケンさんのお洋服が見えるようにしっかりと。洋服がね、洋服なんて別に、そうそう、だからオーバーサイズはオーバーサイズ用にちゃんと買いたいから、なんか大きかったからオーバーサイズでいいやみたいな考えじゃないかな。横着のオーバーサイズはしないってことですね。うん、必ず着ますね。着てみないと分かんないんだもん。いや、そうですね、そうですね。いや、服ってね、結構難しいからさ。今もだって髪の毛この色だから、この色で似合う服と黒髪で似合う服もあるだろうし、やっぱ変わるよね、その時々で。で、やっぱり自分の顔に合う合わないとかさ、なんかバランス感見たいから、なんとなくでは買わないかな。へー、うん、あ、ちゃんとするんすね。そう、だからあんまり、だネットで買うときっていうのは絶対にサイズが分かってるものしか買わない。難しいですよね、服のサイズって。なんか何センチとかっていう表記されるじゃないですか、分かんないですよね、あれって。うん、そうそうですね。そうなんですね、うん、なるほどなるほど。絶対だから僕は必ず試着しますね。うん、ファーファッチよく失敗するってコメントありますね。なんで？失敗するんでしょうね、サイズ感とか。あー、失敗だから別に返品できるじゃん。返品できるっていいですね、服で一回着てから。うん、うん、パジャマとかはってあります？パジャマ、パジャマも試着してから。ああ、もうだからパジャマも試着しますね。あとはだから大体もうサイズが一回分かっちゃえばそれでもいいんだけど。うーん、すごっ。あ、今日のお洋服可愛いですねってコメントあります。ありがとうございます。あ、服装見たいから立ってみてってありますよ。誰が？コメントです、コメントですよ、誰がって。立てて、はい、立ててか、立ってみてって可愛い言い方です。立ってみて、そう、立てとかじゃないですよ。立て、立てよ。全身みたいっていう。あ、返品の作業がめんどくさい。まあ、それはいますね。わ、すごい、気づいてる人がいるわ。え、ないですか？僕の今日の変化に気づいてる人がいたわ。ケンさんの変化ですか？うん、いつもとね、いつもと違うことをしてるっていうか、いつもと違うことが起きてんだよ。起きてる？うん、どういうこと？そのケンさんの容姿にってことですか？そう、起きてんの。間違い探ししてください。間違い探しですか？え？うん、なんか変わってないですかね、僕の様子が。なんか変わってないですかね。皆さんどうでしょう、目元の袋。あ、気づいてる人いた。そう、今日ね、ほくろとして見たんだよ。へえ、わかる？あ、でもめっちゃ、めっちゃ細かいですよ。ここにほくろ、今度からこれやっていくから、どこにほくろがあるかを毎回ファンの人たち探してね。
毎回いろんなあのところにいろんな場所に、うん、そのうちほくろが成長してて大きくなっちゃうかもしれない。それ大きい黒い丸になるんですね。うん、そう。へえ、すごっ。分け目かなとかありますよ。ここだよ、ここ。へえ、そう。足したのすぐ分かったってます。なんでなんでなんでってあるんですよ。え、なんでほくろ足したのってありますよ。なんかメイクさんがほくろを描いてて、そんなところにほくろなかったよねって話になって、あの たまに描いてるんですって言うから、俺もやりたいっつって、はい、描いてもらった。へえ、ほくろあったらいいんですか。なんかいや知らない。面白いからやってる。あ、そういうことですか。そうそうそう、目が大きく見えるとか。あとはファンの子がどのくらい気づくのかなって。へー、思ったから。あ、そういうことか、うん、なんか目が大きくなるとかじゃなくて、趣味で描いてみたっていう、うん、へえ、そこすごい。ごめんなさい、タオカも完全に気づかなかったっすね。タオカ完全に気づかなかったです。そうそう、なんかそうそう、前になんかねあったんです、そういうこと言われたことあったな。なんかどういうことですか。 YOU さん、 YOU の YOU さん、はいはいはい、にあのなんかもう外にね、週刊誌が怖くて出られないって話をして、はい、出られないんですよって今の時期っていう時が、そういう時期があったの。そしたらそんなのね、そんなことでね憂鬱になったりしちゃダメって言われて、でなんて優さん言ってたのかな、だったらその週刊誌とかに狙われてることすら楽しんで遊べばいいんだよって言ったの。どういうことって言ったら、だから変なほくろとか書いてさ、そのファンの人たちには分かるじゃんってで、ファンの人たちはケンちゃんのことずっと見てるんだから、そんなところにほくろがあるわけがないっていうのが分かるから、そういうことで遊べばいいんだよって言われた。へー、すごっ、うんうん、いいですね、なんかすごいいい、そういいマインドですね。そう、へー、それいい話っすね。うん、でこれから生配信のあれですね、名物ですね、そのケンさんの顔のどっかにほくろがあるっていうのが。そう、ユウさんずっと綺麗だよな、可愛いし、すごいいいですね、それめちゃくちゃいい話じゃないですか。うん、うん、携帯の画面かける老眼で見えないですあ、もうそりゃそうか、ちょっとちっちゃめのあれですもんね。そうそう、ちっちゃめのプロ。そんなだって分かりやすく書いてたらもうおかしなことになっちゃう。まあそうですよね。すごい気づいてて、すごいな、初めに、うん、そう、はい、ありがとうございます。はい、すぐに消えますか、どういうこと。だってただ書いてるだけだもん。洗ったら消えるって感じですよね。消えました。じゃあケンさん、この方からの一言です。あ、流行ってるんだよね、まさか男性でやれたらびっくりだと。流行ってるんだって。流行ってるんですね。へえ、口元もしてほしい。へえ、はい、じゃあケンさん、この方からの一言です。はいはい、はい、トベ版での笑顔最高でした。ありがとうございます。はい、後半じゃんけんの KC ツッコミも良かったです。次回配信も楽しみにしていますとのことです。はい、 KC もっとでっかく書いててありますよ、コメント